いやあ、せつなきゅうすけだよ。今回はね、このゲーム実況者の死神さんが作った死神 SRPG というね、ゲームを実況していきたいと思います。ぶっちゃけた話、死神さんに見てもらえばそれでいいと思って実況しております。いやね、せっかく作ったゲーム、ただ文章だけで面白かったですだけじゃなくてさ、どんな感じでプレイして、どんな感じで反応して、どんな感じで面白かったかってを伝えたくてこの動画を作りました。つまりこの動画はとりあえず死神さんに見てもらえればそれでいいなというそういう感じで作りました。やっていきます。これ壮大な BGM がいきなりな流れてきておりますからね。心なしかこの手のアイコンがさ、ファイナルファンタジー8あたりのファイナルファンタジーのアイコンに、ね、こんなんあったんよな。選択肢のところにこういう手が出ることを俺は知ってるぞ。お前ファイナルファンタジー8をやったことがあるからな。よっしゃ、このゲームなんかシミュレーションゲームらしくて、ファイアーエンブレムみたいになって言うよったよね、死神さんが。ファイアーエンブレムやったことないけどね。まあ俺スマブラだったらマルス結構使うけん、そういうことにしとこう。あの王子、バカ王子完全に迷いましたよねこれ。おお、王子が突然、なんかキノコ食いてーって森に走り出したばっかりにこのキノコ食いてーとかいうアホらしさ、このしょうもなさ、さすが死神さんって感じがします。我々護衛団は何の準備もせずについてきてるんですよ。護衛団なんじゃ。目印とか作ってないのか。王子がものすごい速度でキノコ食いてーって走っていったのでそんなにキノコ食いたかったんじゃ。追いつくので精一杯でした。すいません。いや、おとんって。よう見たらこいつの名前、おとんって。この人のお父さんの話するとき、おとんのおとんっていう話になるからな。おとんのおとんどうしたみたいな。そういえば、おとんのおとんどうしたんですかみたいな感じになるからね。ややこしいですよ。この人の前で、この人のお父さんの名前の話はしないように。いやー、すまん。お気になさらずです。王子、ああ、女の子おるで。こう一点的なやつがおるでないか。うわ、ショートヘアじゃ。俺の好みのショートヘアの子。サワー。ラムネとかサワーとか、そういう系の名前つけとんかな今回。ぐー。聞こえましたか王子。サワーさんの母の音。か弱い女性の母が減っている。でも我々にはご飯の準備すらない。王子の目的だったキノコを見つけられません。なんてひどい、なんてひどい展開だ。なんて日だって感じだろ、お前。我々護衛団を全滅させる気ですね。そうなんですね、王子。もう無言を貫いております。最近の悪い国家議員みたいな感じですね。ああ、もう分かったよ。使えばいいんだろう。ネチ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 、うるさいやつだな。ちなみに俺、刹那圭介は、知り合いの実況者に、KY 暴走ネチネチネチってあだ名をつけられたことがあります。不名誉だね。行くぞ、テレポート。ただの間抜けな王子かなと思ったらテレポートというすごい技を使いましたが、そんなに景色が変わっていないのは気のせいでしょうか。およ、まだ森の中のようですが。テレポート使えなかったんです。植物の種類が違うようです。どうやら移動してるみたいですが。王子、1年に一度しか使えない必殺技のテレポートを使っておきな。1年に一度しか使えんのじゃん、うん、1年に一度誕生日の日しか使いませんみたいな感じの設定やめろお前。誕生日の日だから今日は遠出するときするからテレポート使うんだみたいな感じなんか。え、それ帰ってくるときって実費じゃん。なぜまた森に行こうと念じたのか、納得のいく説明を。え、これどう考えてもさ、キノコ食いてっていう言葉しか出てこないやけど、俺の中には。願っちまった。移動する瞬間に、キノコ食いて、やっぱりよ、お前の頭の中からキノコの胞子で侵食されてるの。アホ、おい、アホ王子、どこの森だ、ここは。わかんねえ。適当にキノコのある森を想像した。おい、光ったのはあっちだ、帝国軍、帝国兵。お、結構ガチな帝国的な感じの見た目してるな。
どうだ、敵の侵入だったか、ウニどんぐり。いや、もうちょい名前考えてあげようよ、お前。パッと思いついたのが、ウニとどんぐりだったから、この名前つけましたみたいな名前やめてあげましょうよ。死神さんの悪いとこですよ。侵入です。スイーツ王国の王子と護衛隊隊です。スイーツ王国なん？スイーツ王国、あ、スイーツ王国って名前なんじゃ。はあ、スイーツ食べるときいつもラムネ系のそういう系の飲み物を飲むからこういう名前にしましたっていう死神さんの発想かな。違うと思うけど。王子だと？帝国領にのこのこテレポートしてくるんだ。よっぽどアホかバカなんだろうな。正解だ、正解だ、ウニドルグリ君。あ、言われてますよ王子。うるさい、戦い準備しろ。帝国領に飛んでしまっているとはどうしたものか。まずは刀キャです。全員配置につけ。王子もですよ、ほら。というわけでいきなり戦いを申し込まれました。もう突然です。ポケモンの目が合った時みたいに突然の戦闘です。さて、操作方法全く勉強してないからね、適当にやっていきますよ。ユニット整理とか情報収集、出撃開始、セーブ、とりあえずセーブしておきたいな。帝国の守り、ラムネ、主人公ラムネ。よっしゃ、ようわからんけどとりあえず情報収集じゃん。お前情報戦やけんな、この世は情報戦やけんな。最近のプロのゲームとかゲームの対戦とかはね、何事もね、キャラクターの性能とかそういうのが重要になって、データないん、データないんや。じゃあなんでデータとかあったの。情報収集、データがありませんって言われたらもう絶望的ですよ、お前。情報が全てみたいな、この社会に、この社会に。しょうがない、戦いながら情報収集していけなあかんらしいですわ。いかんらしいわですわ、お前。じゃあセリアな。ストック、ストック、ああ、なんかアイテム装備とかできるんかな。ラムネや。主人公の名前と同じ回復アイテムがあるんやけど、これと短い経験で30本ある。準備しないって割には30本あるだよ。準備しないで30本なんじゃ、お前ら。じゃあ準備しとったら何本ぐらい集まっとったんや、お前。200本ぐらいあったんかな。アイテム交換とかあって、あ、弓も30本。いらなんだろう、お前。準備してなくてそれなんじゃ。準備という概念がちょっとよくわからんようになってくる。ユニット入れ替え、オトンアーチャー、ラムネ王子。役職じゃない、役職なんやな、これ。戦闘剣士とかじゃなくて王子なんやな。ソルジャー、プリースト、プリーストかわいい。サワーのプリーストってなんかすごいかわいらしい響きです。この子は大好き、チェッチしたい。ステータス確認ができまして、こんな感じで、ちょっとおとん年取っておけんか、 HP ちょっと少なめなんやな。女の子がちょっと少ないのはわかるけど。若い。やっぱソルジャーのこの人がちょっと HP が大きい。攻撃12、命中101とか、こんな感じ。基準がちょっとわからんけどね。見ていこう。もっと見ていこう。回避銃、結構かわすな、この人。主人公、かわすな、お前。おとん。おとんのステータス気になるわ。だとしたら、おとんのステータスは。ああ、でもそこそこ。回避でかいな、おとん。大のおとんでもない。こういう名前なんだ。そうですか。あ、そうですか。あ、そうなんですね。わかりました。てか、説明あった。読みだ、説明あったんじゃ。ラムネ、スイーツ王国の7代目。お菓子好きの父により、コーナー名を作られた。確かに。お菓子好きの国王でじゃなかったら、スイーツ王国とかつけんだろうな、自分の国王。国人の名前。ソルトってよく考えたら、塩の名前やな。王子護衛隊の隊長、若くして実力が認められたエリート。あ、この人まともや。まともな説明を受けてるやん。いいな。護衛隊の一員、いつもお腹をすかせているが、ダダはこう寝ない。ああ、いい子なんじゃ。いい成長、いい感じの教育受けてきたタイプの女の子なんやな。よし、じゃあ出撃だ。どうやって出撃するかわからんけどな。あ、この出撃システムがなんかスパロボを思い出すわ。俺スパロボはやったことがあるからな。ファイナル、ファイアーエンブレムやったことないけど、スパロボやったことがあるけん、それなりにやっていくと思います。あ、間違えた。どうすればいい？出撃選んだけん、もうこれで出撃開始でいいんか。OK。ちゃうんかな。開始。あれ？開始？あれ？
あれ？あ、あ、これを白にしとかんかったらあかんのじゃ。俺、主席キャンセルしとったな。オッケー。じゃあこれでよし。さてと、戦闘しても大体スパロボを考えたらいいんだろうかな。こう動いたら多分これで赤は動かんのかな。あ、これすごいな。場所によってなんか回避に補正がつくんじゃ。森の中だったら見えにくいみたいな感じがあるんかな。あとアイテムっていうのがあって、これ装備捨てる、装備しておきたいな。てか装備しない、今何も装備しない感じなのかな。だったらさっき装備しとこうでいいかな。で装備した上でまだ行動停止ならんけん、ちょっと移動しておきたいけど、敵のステータスも見ておきたいな、見えるなら。あ、一回たっ、あ、で見えたわ。まあちょっと4人に比べてはちょっとステータスは低めってことだな。必殺がゼロってことはそんなに強い攻撃がなさそうやし。あ、ウニドリングリ、こいつが強いだろ。あれ、そんなに強い、こういう肝心な。そんなに強い肝心な、それなりにいけるんちゃうかな。序盤やけな。バンディット、かっこいいな。バンディットってなんかあれやな。連邦シックスシージの役職にはあるな。まあよく使う、あんま使わんけよくわからんけど。よし、やります。じゃあどんどん前に行ってしまおうかも。ちょっと固まっとこう、みんなで。装備したっけ？て、いちいち装備しなあかんもんなんかな、これって。それがまずわからんけど。まあ、こうしてアイテムで装備、装備しとんかな、これもしかして。分からんけど、こういうのはだいたい固まって動いた方がいいと思うよね。だからこう固めて、プリーストのこの女の子は遠距離戦が強そうやけん、プリーストやけん、魔法やけん。お前ら王子ご一行なんて人死ねりしてしまえよ。あ、ごめんなさい、ちょっと今酒で酔っておけん、すごいカミカミ。俺は帝国への道を守るために仕方なく後ろから見てるぜ。仕方なくな。絶対俺ピンチになったら逃げようとして、この二人が消えた頃には逃げようとしてる。まあそんなでかい剣持っておけな、そんなでかい剣を上下に振り回しながら言うな、お前。ウニドングよ、お前。なんか上条トーマみたいな髪型しやがって、お前。さて、この近づいてきたやつなんやけど、このゲーム射程の概念あるんかな。なんか近づ、206が離れてないのにこいつに攻撃しかけてきてないってことはよくわからんけど、こっちの射程ないかな、これ。どうやって戦いになるんだわからん。お、隣接したら攻撃できる感じかな。あー、だとしたらもうちょい前に寄っとくべきだったかな。まあ、何せよ、じゃあおどん、お前、おどん行けよ、お前。おどん、おどんここに来て、こいつで、あれ攻撃できんの。おどんどうした、おどん攻撃してくれよ。システムがわからん、攻撃のシステムがわからんけど、隣に行ったら攻撃とかじゃないんかな。ん、森からこういう平地に向けての攻撃はできんみたいな、そういうシステムなんかな。まあいいや、行け、やり、団長さん行け。おお、この動き本当になんかファイアーエンブレムっぽいな。フリーゲームでここまで作れるようになっもんかあるんか。ラムネ、もしかしたらこれで倒せるかもしれんけん、この辺りで行け、主人公行け。おい、オッケー、ナイスクリティカル。さすがバカ、バカ王子、脳筋ってやつですね、俺は。これが世に言う脳筋ってやつですね。よし、大義、オッケー、近づいてくる。こいつ全然動へんやほんまに守ってばっかやろな。確かに逃走ルートここしかなさそうに見えるしさ、そこを確かに防いどうけん、こういう通過はできん的なやつかな。杖回復はできるんだよ、これ杖で。ここ来たら攻撃できるんじゃん、できたわ。はい、ゴー、よいしょ。あれ、避けられた。
おい主人公どうした、主人公お前お前主人公補正が全くかかってないぞお前。今のちょっと不安になってくるの。アイテムなんもないガンガン近づいて攻撃。射程の概念がよう分からんけど、見ます先の攻撃に、あ、弓やけんかな、遠距離武器やけんかな。いけファイヤー、当たった。こいつ硬いな。あ、狙ってきた、反撃しに来た。いて、ダメージでかい。やばい、こいつダメージでかいぞお前。回復しとこう。これ回復どうやってするんだろう。杖マイナスイオン、お回復対象よかった。マイナスイオン、マイナスイオンってそういう意味の回復じゃないと思うやけどな。肌にいいとかするんじゃないかなおとん、ちょっと離れて遠距離から攻撃しよう。おとん、遠距離武器やけん。これ攻撃命中必殺がないってことは、多分反撃してこのだろう、反撃できんのだろう、射程的な意味で。だから離れて戦うのが有利。よっしゃー。で HP がもう残りわずかやけん、多分万全を期してラムネで攻撃を仕掛けよう。HP が少ないソルでなくてラムネの方。あ、29って攻撃回数なんじゃ。できる回数なんじゃ。1回戦闘を行ったら、その時点で武器壊れるんじゃ。そういうシステムなんじゃ。だから30本持っとんか。高世界の武器、消耗激しいな。マイクラでももうちょい持つのに。よっしゃー、どすこい。オッケー。よし、いい感じ。いい感じです。ラムレ王子死んだら多分ゲームオーバーかな、もしかして。王子やし。目標確認。あ、やっぱりラムレ王子。あ、勝利条件と敗北条件ちゃんと決まっとんじゃ。スパロボっぽいな、これ。やっぱラムレ王子が死んだらダメなんで。ならなら狙われんためにちょっと一つ下げとってもいいね。あ、ラムネあるで。あ、ラムネあるんだったら前でもいいか。ただこっちからは仕掛けずに敵が近づいてくるのも待ちたいけど、これ多分こいつ動いてこんな。多分こいつ動いてこんな一人になっても動いてこんな。なんなら逃げるんかなこれ。ちょっと見てみよう回復アイテム使いたいな。こうか。 OK。 で、これの、あ、くそ、しょうがねえ奴らだ。お、俺が相手してやるぜ。一歩しか前に進んでないですね。あ、あれあれ、どうしたんですか、足がすくんでるんですか。ああ、普通に進んできた。なんだだ、今の一歩。なんだだ、今の一歩。ちゃんと向かってきとるやないか、お前。意外と。さて、まずは、遠距離勢がどれぐらい離れても攻撃できるかっていうのはちょっと気になるところやけど、2マスはダメ？隣接戦かったらやっぱ攻撃できんのかな？となると、あ、生きるわ。この森があの回復、あの回避プラス15なんで、あ、でも敵が剣やけん、そもそも反撃してこんのかもしれんけどね。一応安全なところ、比較的安全なところから攻撃を仕掛けます。敵のターンで攻撃してきてられた時のためね。おとんもできればちょっとこの森の中から攻撃したいんで、間違えた、ここ2マスから攻撃できるんが強いね。敵のターンで攻撃してきても回避率がちょっと高い、補正がかかった状態で攻撃食らえるんで。ソルとラムネで、ちょっとラムネをちょっと取っておいて、ソルトで攻撃を仕掛けますね。ソルトが死んじゃダメなんじゃ、 HP できるだけ食らいたくないっていうのがあります。ただこれちょっとね、このゲームあれやな、精神コマンド的なもんないんかな。まあスパロボである精神コマンド、ちょっとなんか SP を消費してなんか回避とか命中率に補正かけれんのかな。かけれんか。アイテムもなし、まあ頑張ろう。効果で何、まあいいや、仕掛けろ、しないようにしよう。ああ、そんなに食らってないな、反撃。ラムネ王子はちょっとこっちの方で待機させとこうか。あー、来た。あー、ちゃうわ、ラムネじゃないわ。うわー、女の子いじめるとかダメよお前。あー、女の子いじめるとかダメよお前。武士道にもなってないわお前。普通にやられたし、それにしたって普通にやられたし。よっしゃ、まずおっさんの遠距離攻撃、リスクはどんどん下げますよ。遠距離からじわじわいきますよ。
主人公に任せよう。とどめ主人公に任せますよ。それでも主人公に任せますよ。あ、怖いわ。なんか怖いわ。この攻撃が外れたって考えたら、この攻撃が外れただって考えたらちょっと怖いけどな。 88% これなかなか高いように見えてね。このスパロボだったら外しそうやなっていう考えがあるんでね。俺スパロボやったことあるんでね、 88% 意外と外すからね、スパロボだったら。その考えを考えたらちょっと安定、ちょっとやられてもいいやつに先攻撃させます。よっしゃー、くそー、逃げときゃよかったというわけでですね、あいつは結局女の子をいじめるためだけに存在するような存在だと思っておりますからね。まあ確かに男3人に比べたら俺だったら女の子をいじめにかかれるよね。とは言ったらちょっと嫌われそうなんでやめておきます。よし、なんとか全員退けたな。さあとりあえず王国に帰る方法を見つけないと。ああ、お前らもテレポートが使えたらな。こうされたくなかったら食料でも探してください。怒りが満タン。セーブ。第一章。やったー、キノコだー、やっと食えるー、神様ありがとう。めっちゃ喜んでる。もう夜ですね。こんな時間までアホみたいにキノコ探してね。アホなんですね。アホという言葉しか出てこないわ。おい、文句言うとキノコあげないぞ。晩ご飯にしますです。そうですね、こんな森の中ですが晩ご飯キノコしかないんじゃないの。用意してないとか言おったし。まあワンちゃん王子のことを切り刻んで焼いて食うっていう手もあるけどね。森を抜ける算段もないですし、一度腹ごしらえは必要でしょう。そういえばお父さんは、あ、腹摘みに行くとか可愛いこと言ってたけど、あいつにそんな趣味があったなんてな。可愛いな、おとん。本当に積んでるわけないでしょ。積んでるだな。野犬に襲われてなきゃいいんですか。あの人野犬に襲われとったらえーってなるけどね。結構戦い慣れとるような見た目しとって野犬に襲われとったらえーってなるけどね。お前ギャー、助けに行きましょう。フラグ回収オツです、おとんさん。何なの、ポケの王さんのルビーサファイアのおだまき博士レベルなんかな、この人。お、敵にモンスターおるでないか。出撃。あ、おとんあれか、強制出撃的なイベントなんかな、この黄色って。あ、そういうイベントもあるんじゃ、ちゃんとっていうか強制出撃ね。とりあえず一旦ここでセーブしといて、ストック交換、アイテム交換、この辺やってなかったんやけど、ストック交換っていうのを取り出すやったら、なんかこの人にこの武器持たせれますよみたいなのがあるんかな。例えば取り出すで、取り出した、おとん武器なくなった。全部扱っちゃった。そんなに全部扱うつもりはなかったよな。あ、元に戻した。あ、こっちでこういう感じで選べるんじゃ。これ預けたらこっちに来て、こっちの欄に並ぶ感じかな。こういう感じでちょっと入れ替えたら、こういう武器も入れ替えれるんやけど、多分適性がない武器は使えませんみたいな感じの黒い字なんかな、これ。やけにちょっと元に戻しとこう。多分このゲームをどんどん作り込んだら、この辺もうまく入れ替えれるように死神さんがしてくれるはず。アップデートよろしくお願いします。さて、まあ、回復アイテムはラムネが持っておけばいいだろう。ラムネが死んだらゲームオーバー的なのが多分結構立て続けに、ね、出てくると思うんで。一旦ここでセーブして、よし、やります。情報収集ないですね、やっぱ。この情報社会に何も情報を用意してくれませんからね、このゲームは。よっしゃ、戦闘開始、いけ。
ワン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 、これワンワンって言うタイプの犬じゃないよお前。どう書いてもガルルルルって感じのライオン系の鳴き声してたんだけど、ワンワンって言いそうじゃないもんこれ。ヒーイ、何なの、トラウマがあるの。早くお父さんを助けないと野犬に食われてしまいますね。冷戦中言うんじゃねえ。でも帝国兵います。です、帝国領には入った情報が出回ってしまったんでしょうか。探索されているようですね。パパッと突破してお父さんを助けに行くぞ。パパッとおとん、うふ、なんで笑ったん。あ、パパとおとん。お前結構クールなキャラクターかなと思っとったら、意外とそういう笑い上等のところあるんか、お前。あ、スルーされた。笑い上等をスルーされた。え、結構しょうもないシャレで笑うタイプだな。布団が吹っ飛んだとかいう某ペイなんとかっていう実況者が言いそうな、ギャグでも言いそう、笑いそうな気がするんやけど。よっしゃ。じゃあ基本はさっきの面でもやったような感じで、有利に戦う、有利に。この花って、花は別にさすがに回避の補正にはつかない。まず遠距離攻撃だな。遠距離攻撃をうまく使いたいな。これ HP が少ないがちょっとネックやけん、この辺で待機させて、これで戦おう、この辺で戦おう。とりあえずやりで、まずちょっと一戦目を繰り広げます。仲良くやんな。この辺はちょっとトントンいきましょう。まず一体リーガーかな、これで。あ、よくないだ。おいおい、クソ王子、お前クソ王子、お前。この人どうすればいいね。この人に関してはどうすればいいんだろう。こっちにちょっと逃げて回避を、とりあえず待てよ。これ水の中ってどんな感じなん。回避ゼロなんじゃ、補正なしなんじゃ。こっちにちょっと逃げていって、味方に近づきながらもうちょっと離れた。あ、犬がちょっと川渡ってこれん感じなんじゃ。じゃあ逃げる方向としてはあっとったかもしれん。いや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 、アホ王子、アホ王子、アホ王子死んだら許さんよ。アホ王子、アホ王子危ない、アホ王子危ないだよお前。アホ王子、お前、お前に回復アイテムを出せとってよかったはできないぜお前。危ないわお前、泣かせるなお前。危ない危ない危ない。あ、そういえば犬ってどんな感じのステータス。ちょっと人に比べたら HP 少ないんじゃ。ケルベロスって呼んでお前。絶対ケルベロスがワンワン言っちゃダメだろお前。アイテム回復しよう。回復 OK。 回復したらちょっと行動不能になるのがちょっと痛いかもしれんな。まあいいや。どうしようかな。このプリーストここに進めて、こいつでこの2マス届く剣こっちに攻撃、これで倒せるでしょ。 OK。しかも依然としてここ回復、回避プラス15のところに立っておけん戦いやすいわけで、でこいつがこっちに移動したら、これもまた回避プラス15のところに立てるんで、けどこっちのパーセンテージちょっと低くなっとけど、とりあえず、あ、当たった、よかったよかった、よし、いいですね。流れとしてはこんな感じ。おっさんどうしよう、おっさんちょっとこっちに逃げとくか。この犬がさ、牙ってことは多分真隣のマスに止まらんかったら多分攻撃してこれんのかなと思うよね。この剣のマークがついとってことは多分射程、あ、1ってやってよば読みたらよな。あ、射程あるね、読みたら射程の文字あるで、ね、これ。あ、こいつも2マスで攻撃してくるんじゃ。敵にも2マス攻撃のやつがおるんやな。じゃあ俺がやるべきことはこれやな。この番犬がギリ1マス隣に来れんようにギリギリのところをちょっと待機させとこうか。犬めっちゃ犬めっちゃおっさんところ行きよんねえか。やばい、おっさん大丈夫かな。おっさんを音にして後ろが攻撃ぐらいの感じにしたいな。おっさん大丈夫か、それにしたって。さてサワーちゃんをこっちゃうな、違うわ、この辺じゃないわ。サバちゃん、このままここで攻撃しよう。こうしたらまだ回避 15% ついた状態でここに攻撃。とりあえずまあ多分一撃倒して反撃はコントン思うが、よっしゃー、よし、これでいいでしょう。早めに追いついてあげんかったらちょっとやばいことになるなこれ。この回避率の高いところに止まって、こいつはどん、やばい、
やばい、次の攻撃が免れないわ。あ、そうでもないな。これやけん、不思議なことにここに立てば敵の攻撃が届かないという。あ、届いてきた。あ、マス目か、計算間違えた。ガチめに言いますね、計算間違えたけど。あれ、ま、おとん死んだらダメちゃうこれ、もしかして。おとん救出、救出のステージやけん、おとん死んだらダメなんちゃう、嫁が考えたら。目標確認してなかったわ。あ、おとん死んでいいんじゃん。何やねんお前、おとん救出のステージかなと思っとったら、おとん別に死んでもいいんじゃん。なんだこれ。おとん、おとんお前かわいそうやな、なんか。かわいそうなおとんよ。こっちで、もう口はねでもいいような気がする。適当に戦って適当に口果てていいですよね、なんかね。プリースト、ここ。ここにしようか。で、ここ、こう移動、やばいな。おとん救出できんのじゃん、これ。残念ながら、おとん救出できなさそうな感じ。見えてきた。あ、おとん死ぬな、これ。あ、おお、まあ死んでもステージゲームオーバーでもならんけん、まあいいんやけどさ。かわいそう。おとん死ぬな、これ。せめて、一撃ぐらい壊してくれ。おとん。おとーん、オッケー。いいぞ、おとん。あー、やばい。これ、おとん死ぬわ。配信だ、残念でした。おとん救出ならず。おとん救出ならず。けど、ゲームオーバーにならないっていう、この残酷さです。あー、まだちょっと、プリーストの射程外か。けどここ一撃で多分やれると思うんで、いきますよ。何？嘘、カウンターあるんこれ。ああ、いけるわ。そんなに食らわってなきゃいけん。とりあえずいけるね。あえてラムネは攻撃を仕掛けない方向で行ってもいいし、あえてちょっとラムネ待機ね。で、どう来る。あれ、攻撃してこんの。あ、そう。じゃあこっちから行きますよ。このソルジャー、ソルトが攻撃。あ、また！まあ、結構硬いけな、ソルトくん。で、HP がもう残りわずかになったところで、安全圏内から、王子の、安全圏内から攻撃するという王子の特権、王子の特権。あ、また先制攻撃じゃ。あ、王子もそんなにダメージ食らわんのじゃ。なんだ。死んでるわ。お前、どっから声出してんだ、お前。死んでるわ、お前。ほう、ほう、すいません、心配をかけてしまって。いや、こちらこそすいません、見殺ししちゃって。もうダメだと思ったんでね。災難だったな。動けそうか、動けないじゃないですかね。もう、行きたいって動けないじゃないですかね。大丈夫です。大丈夫だったん。で、逆になんでここにおらんの今。お前、サボってたな、お前。さては。皆さん、なんか足音が聞こえるです。敵襲ですか。いよいよ王国に帰れるか不安になってきましたね。誰？え、ヒゲ剃り。待たせたな。あ、これはあれか。待たせたな、みやがにか。あれか、トラッキーなやつかな。多分死神そんだけで、イメージしたん、トラッキーなんかな。このキャラクター作った時にイメージしたん。王国軍がなんでこんなところにいるのか知らないか。俺の愛犬をぶっ飛ばしちまったようだし、容赦はしねえぞ。あ、隊長、待ってください。俺たちもお供します。わあ、また来るんか。強そうなの来たな。ビーストテーマやって。ビーストテーマ、テーマって言葉はデジモン以来やな、聞いたん。あ、なんかこいつなんかこう動物の上に乗っかっとる割には、なんか、あ、でも武器を2つ持っとるんだよ。え、でなんでこっちこういう黒い位置にされたん。移動力が高そうやな、こういう乗り物に乗っとるってことを考えたら。何よりこっちの HP がちょっと低め。ちょっとマイナスイオン使って回復したいね。マイナスイオン自分に使えるのかな。お前は自分で回復とけよ、お前。ラムネあるんやけん、お前。で、ちょっと、
ここら辺かな。わお前ずるい、お前川を渡ってくるのはずるぞ、お前聞いてないぞお前空飛べるんか、そうよ、みたいな、これ鳥やな。え、見た感じ鶏っぽいのに飛べるんじゃ、ずるいなお前。おいが、こいつ森の入ってない剣回避、回避の補正がついてる。おお、命中率 50% じゃ、これならいけそうっていう感じになる。あ、当たっとるやないか、バカ王子。当たっとるでないかお前。しょうがない、ここで攻撃しようか。いけ、よいしょ。次の反撃でレベルアップ、次の反撃でやれれば。お、王子狙ってきた。死ぬな王子、クリティカルがなるなよ。オッケー、耐えた、やった、ぐっ、やられちまったか。よっしゃー、こう渡ってくるんけん、このターンでは攻撃ないけん、その間に回復すれば、自分のターンに来ればとりあえず回復できるけん、よしと。回復アイテムない、しまった、回復アイテムはない、やばい。そろそろお前だけ頑張ってくれ。おう、じゃあちょっとこの後ろで待機しとくわ。多分ソルトがやれることはないと思うよね、こういう雑魚には。で、ソルトが削ったやつを後ろからとどめは僕に任せてというずいところを持っていく王子システム、王子システム。はい、はいはい、王子の側剣。その王子が攻撃対象にならんようにこのソルト君が前に立つ。これでいこう。ああ、二マス攻撃、あーれーそう、二マス、敵に二マスおること忘れとった。やっちまったよ。これさ、犬が思ったより強くなかったよな。兵士よりも強いんじゃないかなと思っとったっけん、ちょっと犬にあんまり近づかんようにしとったんやけど、ここはあのおとんを助けるためのガンガン近づいていく作戦でいこう。多分おとんが死んで戦力がダウンしたのがちょっと一つの要因かなと思うんでね。おとんもみんなに合流できるように早い目に近づくように。ちょっとサワーちゃんが女の子だけにちょっと耐久力が低いが、ちょっとやばい、もう死にそうになってる。あ、死んじゃった。あんまでも前に出すキャラじゃないんやな。せめて音を助けたい、せめて音を助けたい。音を救出作戦じゃ。あ、先制攻撃多いなこの犬。あんま強ない弱い代わりに先制攻撃が強いんやな。さて、回復役がおらんようになったのがちょっと痛いかもしれんな、これ。ラムネはちょっと自分回復しとけ、君が死んだらダメだからな。あ、アーチャーってむしろ隣におる敵を攻撃できるのじゃ。今考えたらそういうことか。じゃあこの遠距離で攻撃して安全にダメージ与える。ダメージ与えて、あと一撃ってところで、この人がとどめを刺しに行く。これでいいんちゃうか。あ、先制攻撃やったわ、そうか。でも、そんなにダメージが食らうのは知っとけん、いけるわな。なるほど。この前を考えて詰め寄れば、意外と、ダメージそんなに食らわんで済むような戦い方もできる。避けられたよ。あ、回避補正が高くなったんや、よう見たら。さて、おとんが、なんだか HP 少ないっていう、さっきと同じ似たような展開になってる。さて、これで、どういう感じになったのか、ちゃんと、あ、今度は死んだはずのサワちゃんが足音を聞こうっていう展開になりましたね。ヒーラーが死ぬのがちょっときついわけで、トラウマが来るわけですね、ここが。ここで、ニワトリに乗ったトラウマ。来るわけですね。早いな動きが、相変わらずっていうか。
ほとんどにか回復したんやけどさ、ラムネって、あ、自分に使いやがったこいつ。うわーお前自分にしか使えないのかお前、ひどいやっちゃうお前、やばいな。おい、おい、え、おやだやばい、死んじゃう。おどーん、じりひんなってきた。あ、来た。おーし、悪くない削りっぷりではあるな。あ、よいだ、いいっすね。だったらこいつちょっとこっちに向かわせて、これでいこう。もう王子がしなかったらとりあえず倒してくれた。反撃食らって落ちたとしてもとりあえずソルトが生き残れば、あの、この王子が生き残れば生きるけん。あとちょっと王子はあえてここで1マスだけここにおって、安全圏でおろう、とりあえず安全圏でおろう。で、安全圏で飛び出してドバーで感じだ。1マス攻撃、射程が合わん剣いける、反撃は来ない。くそ、ただキノコが食べなかっただけなのにそれスマホを落としただけなのにみたいな言い方するだろお前。戦いも終わったことですし、晩ご飯にしましょう。やったーです。でも晩ご飯もキノコしかないんじゃないのお前。毒キノコには注意ですよ、やっぱキノコしかないんだよお前。あ、もうここで終わりってことか。これ2面しか作ってないって言いよったけん、ここで終わりなんですね。これ刺激させてもこれでもう何も出てこんから、ここまでしか作ってないよって言いたいわけ。最後はこの4人並んだとこで終わる。うん、これうまくプレイして全員どの両面とも全員生き残るように展開できんかなって思いながらも考えながら、そこまでやるのはめんどくさいのでやりません。というわけで死神さん、3面以降作ってください、お願いします。何でもしますから、何でもしませんけど。